前段の目の頭を拾う代わりに、前段の編み目の隙間に針を入れて編むことがあります。目と目の間や複数の目の塊同士の間、鎖目の下にできた隙間などです。この伸縮性のある長編みの編み地は、前段の長編みの間に一目ずつ編んだものです。編目同士がわずかに引き離され。 厚みのあるすかし模様ができています1段目は通常通り鎖編みの作り目に長編みを1目ずつ編みます立ち上がりの鎖3目を編んだらかぎ針に糸をかけ最初の2つの長編みの目の間に入れます糸をかけて引き出したら通常通りの編み方で長編みを完成させますこれを 段の終わりまで繰り返します。このような長編み3目の塊の間に編む場合は、隙間がよくわかります。かぎ針に糸をかけて隙間に入れ、長編みを3目編みます。このテクニックは円編みのグラニースクエアで使われます。 隙間に編む目と、前段の目の頭を拾って編む目を組み合わせた模様もあります。このシンプルな格子模様は、長編みの間に鎖編みが入ることで、四角形の隙間ができています。次の長編みは、この隙間にかぎ針を入れて、糸を引き出し、編み目を完成させます。その次の目は、前段の長編みの頭を拾って編みます。